こんばんは。今日は毎週恒例の男のあそこを強くする骨盤底筋シリーズをやっていこうと思います。今まで骨盤底筋を意識させる、そして意識しながら足を動かす、血流を良くするというようなことをやってきました。この流れで今度は骨盤底筋、その今回このシリーズの骨盤底筋の中でも海面帯筋、旧海面帯筋と、座骨海面帯筋、メインのこの2つをしっかり意識して動かすということをやっていこうと思います。かなり、動画の内容としては、今までより一層際どい内容となるので、女性の方はもし見られてたら、ここで終わることをお勧めしようかなと思います。なので、もし全部見て気持ち悪いと思って動画の、低評価とかチャンネル登録解除というのはやめてもらえたらなと思います。で、内容が今日は、偏った内容なので、いつもの前回の動画のクイズの答えは今日はやらずに、いきます。今日はここだけの、この動画だけのクイズを出します。運動と性欲は何か関係があるでしょうか。クイズの答えは番組の動画の最後でお送りします。一応この性格、ただの性格という私の中から出しているので、持っている人とかは見てみてください。それでは今日のエクササイズをやっていこうと思います。内容は大変地味ですが、かなり難しいエクササイズになります。なので、今までのエクササイズをやって骨盤底筋を意識できるようになっておかないと今回のエクササイズはできないと思います。やってみてできなかったら今までのエクササイズに戻ってやってみることをお勧めします。それではやってみよう。それでは、今日のエクササイズは、特に道具は使わないので何も準備することはないんですが、準備することがただ一つあります。下を全部脱ごうということです。今回の、エクササイズは動きを確認しながらするので、下を履いていると動きが確認できない、どう動かしにくいっていうのがあるので、下を全部脱いでやってみてください。ただ動画では、僕は、チャンネルの、存続に関わることなので、ちょっと今回は履いてやりますが、ぜひ皆さんは脱いでチャレンジしてみてください。海外の動画では全部出してやってる人もいて、チャンネルもちゃんと存続して、チャンネル登録者数なんかそれなりにいて、再生回数も多い動画があるので、実際にやってみたい人は、ぜひ実際に見ながらやりたい人は、そちらの動画をおすすめします。なんかこの辺にリンクが出るようにしておきます。それではやっていきましょう。今回のエクササイズは非常に簡単で、この前状態で前ですね、前がこうぶら下がってると思ってください。で、ぶら下がったものがをグッと引き上げるっていうのが今日のエクササイズになります。で、海面帯筋をグッと、締めることでものが動くので、それをさせるというのが今日のエクササイズになります。履いた状態だと分かりにくいんですが、グッと力を入れた時にキュッとちょっと上がるというか縮こまるというかいう感じになります。で、注意するポイントとしては、こうやろうとしすぎてお腹をグッと引っ込めたりとか、お尻をグッと引いたりとか、足にこう力が入ったりとかしないように、この部分以外は全部力を抜いたような状態で、少しお腹には力が入ります。引き上げる感じになるので、お腹が少しへこむ感じにはなるんですが、過剰な力が入らないようにやってみてください。今のを踏まえて3パターンのエクササイズの方法をやっていくので、ぜひ一緒にやってみてください。横に寝っ転がって、肘をついて足は軽く曲げます。で、この状態で
さっき言ったと引き上げるような動き、ちょっとしっこを我慢するような感じの感覚になると近いかなと思います。もう本当この辺りにしかこう力感が出ないので、今まで骨盤底筋のエクササイズをして意識できるようになっていると、何回かやるとできるようになると思います。ちょっと少し引っ込むような感じになるので、動きを見ながらやってみてください。で、まずはグッと引き上げて3秒キープします。1、2、3。でこれができるようであれば、これを10回続けます。1、2、3、2、3、4、2、3、5、2、3、6、2、3、7、2、3、8、2、3、9、2、3、10、2、3。まずは3秒10回できるようになっていきましょう。結構意識するところも本当ちっちゃいところなので、かなり10回でも疲れると思います。次は体勢を変えて椅子に座ります。座って軽く腰幅ぐらいに膝を開いて楽な体勢をとります。でこの状態でさっきと同じように座った状態でも同じように力を入れていきます。でこれを3秒キープして、で緩める。これを10セットいきます。では一緒にやっていきましょう。1、2、3、2、3、5、2、3、6、2、3、7、2、3、8、2、3、9、2、3、10、2、3。で10回やる間に、だんだん足に力が入ったりとか、お腹に力が入りすぎたりとか、まあ、お尻に力が入りすぎたりとか、違うところに力が入ってくるようにだと、一旦そこで区切ってください。違うところに力が入ってくると、もう全然、骨盤底筋の海綿体を狙ったエクササイズにならないので、そこだけは注意してください。では次は立ち上がります。次は立ち上がって少し肩幅か腰幅ぐらいに足を開いて立ちます。でこの状態でさっきと同じように3秒引き上げてを10回いきます。それでは一緒にやってみましょう。1、2、3、2、3、7、2、3、5、2、3、6、2、3、7、2、3、8、2、3、9、2、3、10、2、3。はい、1日、このセットを、1回やれたジムです。かなり、骨盤底筋にはかなり負担のかかる、
エクササイズになるので、これ以上やる必要はないかなっていうのと、これ以上やってもこう違うところに力が入ったりとかうまく動かなくなって、意味がなくなるっていうところがあるので、やりすぎに注意してください。3秒に慣れてきた場合は10秒を目指してキープしていきます。3秒が楽勝になった場合はグッと引き上げて、まず4秒キープを10回やっていってみましょう。で、慣れたら5秒、1、2、3、4、5といった感じで10秒まで上げていって、10秒キープで10回を今の3セットできるようになるとかなり力がついたと言えます。ただ、意識ができるようになって今のが10秒までできるようになったとしても、やめてしまうとどんどん力がまた衰えていくので、できるようになった人は継続してやっていってみてください。はい、ということで今日のエクササイズはどうだったでしょうか。これで、まず骨盤底筋を意識できるようにすること、そして、血行を良くすること、そして今回の骨盤底筋海面体をより意識して動かすということをやってきました。これでかなりの骨盤底筋を周りの働きは、良くなっていくので、動き力改善というか向上のためには、役立つ内容ができたと思います。で、今回は、本当は全裸でやるところを履いてやったのですが、見たい人は概要欄もしくは動画のリンクから、実際に脱いでやってる人を見てやってみてください。参考に、実際に動いてるところが見れるので、参考により参考になるかなと思います。最初に出したクイズの答え、運動と性欲は関係があるかということなんですが、これはあると言われています。運動すると、男性ホルモンの値が上がって、性力減退や勃起力低下を防ぐ効果があると言われています。なので運動不足だという人は運動をしっかりやることも大切です。あと勤務時間が49時間を超えると、性欲ダウンにつながると言われているそうなので、仕事の部分にストレスを、抱えると自律神経とかのバランスも悪くなる、そして運動不足にもなったりとかするので、より一層なこう拍車がかかってくるということになるので、スクワットとかも効果があるので、下半身をまず足を鍛えると、そして、今まで紹介してきた、骨盤底筋を鍛えるエクササイズっていうのを合わせてやっていくことをお勧めします。このシリーズはこれで一旦、終わろうかなというのは一応思っているんですが、もし、要望があればいろんな角度からまた違った角度からも見ながら、骨盤底筋を動かして、男性のあそこを強くする動き力を高めるために役立つことをちょっと研究して、紹介していきたいなといいなとは思いますので、